トラハックをご覧の皆様、こんにちは。今回の動画は、トラキャンのメリット、デメリットについてお話ししていきたいと思います。私たちはですね、トラキャンに3年半以上住んで、はい、もうプロです。はい。で、全国各地のね、トラキャンビルダーさん、はい、DIY トラキャンもいろいろ見てきました。はい。正直、他には負けません。うん。こんだけ使って、良かったこと、悪かったこと、全部わかってるつもりです。トラキャンに興味がある方、そしてこの動画を見てですね、トラキャンに興味を持ってくださった方、ぜひともですね、僕たちのお話することを参考にしていただけたらなと思います。はい。まあ、まずね、そもそもトラキャンとは何ぞやってことですよ。はい。まあ、まずね、入門編。はい。あ、行きましょう。トラキャンは、トラックの荷台に居住空間、シェルって呼ばれる居住空間を積んだタイプのキャンピングカーの一種です。そうです。はい。はい、まあ、詳しくはね、前回ね、動画でもっと詳しく解説してるんで、そちらもご覧ください。はい。ということでですね、普通のキャンピングカーとどこが違うんかっていうところだけね、ちょっと説明すると、はい、積載物、荷物だということでございます。その部屋のね、そうです。居住空間の部分が。はい。まあ、例外はあるんですが、基本的には、車側の加工をしないということでございます、はいはい、それではトラキャンのメリットから言ってみたいなと思います、はい、メリットはですね、トラキャンの部屋の部分が積載物であるということそのものがメリットなんですよ。あー、なるほど、そういうことですね、はい、その理由がね、山ほどあるんです。なるほど、そういうことですねそうそうそう、なんでメリットがと、そうそう、理由がいっぱいあ る, であるということですね。メリットは積載物であるということがメリットなんですよ、はいはいはい、ということで、理由その1、価格が安いということでございます。もうまさしく先ほど僕が言ったことでございますね。そうです、はい、車の方にね、加工しなくていい箱だけを作るからっていうところですね、一般的なキャンピングカーは、ベースの車があって、その車に付けたり削ったり貼ったりせなあかんから、結構ね、技術もいったりとか、手間もいったりして大変な分高くなってしまうんやけど、その工程がない分箱を作るっていうことなんで、安く済むということですね、はい、あとやっぱキャンピングカーって結構ね、しっかりビルダーさんがあって、いっぱい作ってみたいな、大きい会社があってっていうところが多いから、どうしてもね、価格もそれなりのものになりがちなんやけど、トラキャンっていうのは結構ね、いろんな業種の方がね、参入しやすくなってて、例えば工務店さんだったり看板屋さんだったりとかが多いんやけど、本業がありつつその本業を生かして作ったりとか、極端な一人でも作れちゃうんで、結構ね、価格を抑えられるっていう部分もあります。そうですね、はい、そして理由その2でございます。脱着できるということでございます。まあそうですよね、積載物やから、荷物やもんね、下ろせるもんね、そうです、そうです、なんでそこがメリットかというとですね、こんな人もいるんじゃないかなと思うのが、まあ、平日はね、みんな仕事あるじゃないですか、例えばまあ農家とかやってる方はさ、平日に軽トラが必要やと、まあ普段軽トラを仕事で使ってる方はね、山のようにいらっしゃいますからね、はいはい、でも土日になった時はキャンプに行きたいとか、ちょっと趣味で車中泊してるとかね、そういった場合ですよ、これ脱着できるメリットじゃないですか。あー、確かにね。どう思いますかこれ。平日は仕事で使ってて、週末とかお休みの日にシェル乗せて、キャンピングカートラキャンにして遊びに出かけるということですよね。確かに一般的なキャンピングカーで言うと、キャンピングカーを普段から乗る、まあ高さもあって不便したりとかもするよね。かキャンピングカーはお休みの日用で、普段乗る用の乗用車が別に2台とかっていうことになってくるのが、今乗ってる仕事で使ってる軽トラにプラス部屋の部分を買うだけでいいってことですね。ってことはさっきやった安くなるっていうのにもつながるね。そういうことでございます。2台持たなあかんのが1台で済むということでございますよね、そうね、はい、これも軽トラ今持ってる人は買うしかないってことですね。そう、もう箱買うだけでいいんだからどんだけ安くつくかよねほんまに。軽トラとかトラックを仕事で使ってる人が羨ましいぐらいの、確かに、いやいや、ほんまにほんまにそうよね。プラスの維持費とかもかからへんわけやん、いいですね。いいですよ、最高ですよ、ほんまに。で、理由その3、レイアウトが自由にできるということでございます。まあね、外装、まあ、こちらはね、要はまあ先ほども言ったんですけど、積載物というところで、積載物の法律は守らないとダメなんですが、例えば見た目、色、積載物の寸法、サイズをね、守ってればもうオールオッケーでございます。キャンピングカーっていうと白にちょっとグレーのラインが入ってみたいなのが多いイメージやけど、トラキャンに関してはね、先ほどね、おまきさんが言ったと思うんですが、ビルダーさんによってやっぱ得意分野が違うから、それを活かした外観になったりね、するわけですよ。例えばこうデザイン系が得意であれば、もうめっちゃこうスタイリッシュな、例えばカッティングシートを使って、ラッピングとかね、ラッピングしてみたりとか塗装したりとか、まあ、そんなも自由にできる形よね。車ってたったこう、や突起物がどうやとかあるんやけど、積載物やから基本的にはな
くて、はい、安全にね配慮する必要はあるんやけど、はい、こういうね、はい、メルヘンなやつとか、はい、電車みたいなやつだとか、はい、個性あふれるね、うん、形に色にしても OK だよ、はい、あとね、うん、高さ、キャンピングカーってさ、もうこの形ですよやん、うん、あ確かにね、もうだいたいめっちゃ高くて、うん、3メートルとかね、うん、あったりするんやけど、はい、トラキャンの場合は、うん、いろんなサイズのやつが売ってる。8ナンバーのキャブコンみたいにでっかいサイズも売ってるし、うん、例えば軽トラの屋根の高さに合わせた2メートルぐらいで収まるようなサイズのも売ってるし、うん、はい、そのサイズを自由に決めれるビルダーさんもある。確かに決めるとこ多いもんね。結構ね、結構あるね。やっぱね、車庫の高さの問題とかってあるやんか。自分家のカーポートの高さだとか、マンションの駐車場の高さだとか、うん、いつも買い物に行くところの地下駐の高さだとかそうね。あと街の方とかに住んでるとね、やっぱそういう高さの問題は結構ね、はい、シビアになってくると思うから、うんうん、それに合わせて作ってもらったり選んだりできるっていうのもかなりねメリットかなとは思います、ね、そうですね。であと何と言っても内装ですよ。何でも OK です。本当に中に関しては何でも OK です、はい、何の制約もないので好きなようにお作りくださいと。キャンピングカーに関してはやっぱいろいろ制限があるじゃないですか。そう、8ナンバーにせなあかんから、うん、ギャレーが行ったりだとか、はい、ギャレーの前の高さがどうとか、うん、床面積がどうとか、うん、ベッドのサイズがどうとか、そう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 、もう上げたらキリがないぐらいね、うん、把握するのも難しいぐらいいっぱいあるんやけど、はい、それがない、全くないですね、はい、例えばね、うん、一つ言うと、うん、ベッドのサイズ決まってるやん、うん、8段場ね。でも子供が寝るからとか、うんうんうん、自分は140センチしかなくて小柄やから、え、そのサイズのベッドいらんくね。あ確かにそのスペース使えるやん、別のことに収納にしたりできるやん。そうね、っていうのができる、はい、そうやからね、自分がキャンピングカーとか見てこうやったらいいのになっていうのも、うんうん、8段場の要望をね満たさないからできへんっていうところを実現できると、はい、こんなレイアウトあったらいいのになっていうのをすることもできるというところですね。はい、で理由その4でございます。さっきの話にちょっとね通ずる部分もあるんですが、うん、DIY リフォームがしやすいということでございます、はい、なんなら気に入らんかったら内装全部引っぺがして作り直すこともできるということでございます。実際僕らもそれをやりました。はい、はい、まあね、長く住んでると使い勝手よくしたいじゃないですか、うん、最初にやったレイアウトが、まあ、だんだんね使いにくさが出てくるわけですよね、生活してるとね。あ、そうね、こうやったらいいのになとかっていうのが出てくるからね。そうそう、やっぱこう理想の形がこう出てくるんですよ。それをですね、現実のものとできるということでございます。実際僕らも2人でやったわけだから、うん、内装全部こう作り替えてねやったんで、これはまあトラキャンならではやと思います。理由としては、うん、8ナンバーやと特に構造変更の申請がないと家具の大きさを変えれなかったりだとか、それこそベッドのサイズはこれは最低限確保せなあかんとかがあるんやけど、それがないから自由にできるっていうのと、例えばバンとかね DIY するパターン、うん、結構多いと思うんだけど、はい、車ってさ、よく見たらさ、デコボコなってたり曲がってたりするやん、うん、そこに合わせてするんがすっげー大変らしいよ ね、 タイヤのこのタイヤハウスの丸くなってるとことかね、そう、なんか出っ張ってたりさ、はい、謎のへこみがあったりとか、四角じゃないからな。そう、それがトラキャンやと大概の場合こう四角ないよ確かに中は完全ね、そう、壁と床はほぼほぼ 100% に近いぐらい四角ないよ、ね、うん、まあ、天井とかね、角がちょっと丸みを帯びてるのとかはあるんやけど、うんうんうん、面は面ないよ。だから壁紙反応も張りやすいし、うん、棚つけるのもつけやすいし、うん、何すんのもやりやすいんよ。確かに、はい、素人でもやりやすい、うん、気軽にできる、うん、感じかなと思います、うん、住宅と一緒やから感じ的にはね、うん、壁紙も張りやすいし、そう、家具とかもね、うん、ホームセンターで売ってるやつポンって置くだけでもいいし、はい、それを乗せ替えるも、うん、模様替えするとかも簡単にできる、全然いいと思います、はい、で、まあ、理由その5でございます、はい、断熱性能が高いということでございます、はい、まあ、普通の一体型のキャンピングカーと違うっていうのは、うん、車とその住むシェルの部分っていうのが別々にあるというところが大きいんかなっていうのも一つあるんですよ ね、 そうね、はい、キャンピングカーももちろん断熱材しっかり入ってて断熱されてるんやけど、はい、フロント部分はさ、うん、車やん、もうこれは抗えない事実だよ、揺るがない事実ですからねフロントガラスは絶対でかいし、うん、あれをちっちゃくすることも、はい、あれに断熱効果を持たすこともできる、はい、せいぜいシェード張るぐらいやんか、はい、ってことはそこはさ断熱ほぼないやん、うんうん、それがトラキャンの場合はシェルが上下左右下までさ、うん、断熱材が入れれるっていうところですね、はい、そうですね、はい、特にやっぱね冬感じるよね、こう人が中におるとやっぱこう人のぬくもりで、うん、そんなに寒くならへんのよ、やっぱりあの熱が逃げないから。そう、家とかやったらさ、やっぱ空間がある程度広いから、広いからね、うん、人が動いたら風も生まれるし、うんうん、そんなに熱もさ
こもるってほどじゃないんやけど、限られた空間やからこそあったかさをよりキープしやすいっていうところだね、はいはい、そうですね。続きまして理由その6でございます。今まで話したこと全てをひっくるめたことですね。多様なコンセプトと個性ということでですね、個性あふれるシェルがいっぱいやということです、うん、人によってはもう全然違う。そうだから同じビルダーさんで買っても、うん、付けるオプションだとか家具の位置、はい、大きさとかによっても変わってくるし、はい、まずそれが全然違うのに、うん、買った人がそっからさらに自分で快適に自分に合った仕様にね、はい、DIY したりカスタムしたりしていくことによってそれぞれ違うっていうところですね、うん、そうですね。でビルダーさんもさっきもねちょっとあったけど、うん、ビルダーさんごとに元々の職業の技術とかを生かして作ってたりとか、はい、コンセプトを持って作ってたりするから、はい、それぞれのビルダーさんでも個性があるんよね。そうね、もうそれだけでも個性あるからね。そう、はい、だから例えばしっかり断熱にこだわったビルダーさんがいれば、うんうんうん、ちょっと簡易的で、うん、より安くキャンプのテント代わりみたいな感じのビルダーさんがあったりだとか、はい、それぞれほんまにねあるんよ個性が。だからこんなんが欲しいなって思ってるんを探せば見つかる。もし仮になかったとしても作れちゃう。そうちょっと相談してみたら、うん、あできるよってなったりするからね。そうできることとできないこととか、うん、もちろんもちろんできるビルダーさんとできないビルダーさんとかもあるんやけど、うんはい、どこかでねできるんじゃないんかな、うん、とは思う、うん、理想の1台を求めてる人は一番トラキャンが合うんじゃないかなと、うん、求めてるものに出会えるんじゃないかなと思いますね、うんまあ、例えばね、うん、友達で見た目がザ・キャンピングカーっていうのが嫌だっていう人がいるんよね、うんうんはいはい、バンとかもさ、うん、商用車っぽく見えるけど、うん、やっぱりさ見たら分かったりするやん。分かるね、まあまあ俺らはな、うん、あキャンピングカーやなってのは分かるよね。そうそうそうやから、うん、トラキャンにしてなんとか土木みたいなキャンピングカーじゃないですよ感を出すってこと。そう出したいんやって、まあまあ、極論ね、うん、極論ね。そういう子がいるよ。そうなんや、うん、おもろい子やなそんなん欲しいのにキャンピングカー感は出したくないんや。あそうそうそう外から見てキャンピングカーが嫌って面白いなそれそういう建設会社とか土木系の車に見せたいとかだからそんなもできるんよ。まあまあもちろんもちろんそんなもできるし、めっちゃおしゃれにさ可愛くさそれこそキッチンカーじゃないけど、うん、そういうデザインにしたりとかもできるわけやんか、うんうん、自由な発想すぎへんなんとか土木って確かにキャンピングカーでそんなことはできへんから。そうそうそう、まあ、なかなか難しいやん。先生でペイントぐらいやん、うん、やろう思ても、うん、でも見た目も完全にキャンピングカーになっちゃうから、うん、そんな感じにはならんよね。そう、うん、しっかり汚しそうそうまでしてくれるというところあるよビルダーさん、まあ、あるね確かに、うん、いやそれぐらい個性豊かにね、うん、ぶっ飛んだ発想でも叶えられるというところですよ、うんうん、そうですね、はい、次はもうデメリットになりますね。もちろんね、うん、いいところだけじゃなくて、ね、もちろんあかんところもね押していきたいですね。包み隠さずそこも踏まえた上でもトラキャン最高だぜっていうところをね、うんまあ、僕らはそう思ってるだけだけどじゃあデメリット何かというと、うん、シェルが積載物だということです、うん、なるほど。メリットでもありデメリットでもあると。いやそういうこと、いうことよね。そういうことよ。じゃあこのね、なんで積載物っていうことが、うん、さっきいっぱい言うことあったやん、うん、あった何があかんねやというところですよね、うん、じゃあ言っていきましょう。理由その1でございます。はい、はい、行き来ができない。そうね、さっきも言ったけど、うん、この車側に加工されてないわけじゃないですか、うん、軽トラとかね、トラックはトラック、部屋の部分は部屋の部分、ちょっと手とか荷物ぐらいは行き来はできますが、そう後ろのね窓のところね、そう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 、ペット限界やね。ペットまあそうね、ちっちゃい小型犬ぐらいやったらいけるけど、人間の行き来ができないっていうところが厳しいね。厳しいかなっていう。あと軽トラやったら後ろを開く窓あるけど、うんうん、他の車種やったらなかったりとかするからね。ただ軽トラの後ろをくり抜いて構造変更することによって、はい、つながった風にできるビルダーさんも中にはあります。あります。ただ、はい、その分お金ももちろんかかっちゃうし手間もかかっちゃうから、うん、まあどっちを取るかなっていう感じだ ね、 ね、はい、ちょっと雨の日とか ね、 いやそうね、辛いよね、風が強い日とか天気悪い日やね、寒い日暑い日、そうそうそう。であとそのさっきあった断熱されてるから、うん、車の方からは例えば夏に冷房しても基本は行かないよ ね、 そ、 ねだからそこの窓開けてちょっと冷房送るとかはできるけど、うん、通通じゃないからね。普通のキャンピングカーとか乗用車みたいに後ろまで冷房とか暖房っていうのは難し い、はい、難しい。空間がねやっぱ別もんやから。そう、まあぶっちゃけ言うと慣れるんやけどねそれも。まあだから夏は車が激アツになっててもシェルの方はちょっとこまし、ああそう、いやもうこましどころが全然ちゃう。なんだ20度ぐらい違うんちゃうんぐらいやっぱ車の方ってめっちゃ暑いやん。暑くなる、特に黒とかやったらさ、うん、めっちゃそうそうそう、もう乗られへんぐらい暑くなるけど、そこの差はちょっとあるな。あるよね、うん、今デメリット言ってんねんけど、まあちょっとええとこもあったな。あるよ
解決方法もあるよ。もちろんもちろん、もちろんもちろん、そりゃそうだですね。はい、理由その2でございます。最大積載量の壁ということで、特にこのね、軽トラックが、そうやね、軽は350キロまでなんよね。シェルも積載物ってことは、その350キロに収めないとダメと。そう、その側もね、含まれるやん。例えば、バンヤと側はさ、車に入ってるから、積載物の重量にはならんやん。中の荷物だけ。そう。でも、トラキャンの場合、この部屋の部分の側、外の壁とかも積載物なんよね。車と一体じゃないか。だから、そこの部分が350キロに対して、どんだけの余力を残して作ることができるかってことね。そうそうそう、まあ、平均するとこの断熱しっかりされたタイプで、だいたい周りだけ箱だけで200キロから250ぐらい、平均してね、ぐらいはあるから、まあ残りの猶予は100キロとかなわけですよ。で、100キロってね、すぐなんよ。そうだって、ちょっとさ、電源さ、ポタ電とかサブバッテリーとか置こうと思ったら、それだけでさ20キロとか、下手し50キロ行きますからね、サイズ感によってはね、それだけで、そう、行っちゃうわけですから、まあまあ厳しいとね。家具とかね、置いたらどないなんねんと、そういうことじゃないですか。そういうことですよ。例えば水を買うことに対しても、2リットルをさ、例えば10本、極端な話で、そうね、ケースとかで買った方が安いもんね。6個入りの1ケースでもいいの、それだけで12キロあるんよ。そうよ、やばくない？それだけで残り100キロのうちの1割1キロやからね。そうって考えたら、結構ね、あの、余裕は全くない。ない。だから、どこを削って軽量化するのか、そういうね、ところはちょっとあるよね。で、さらに大きいトラックでも作れるわけよ。まあ次で言ったらタウンエースとかぐらい。そうね、750キロ、まあ、トラックで言えばそうやね、まあ、ピックアップトラックとかになると500キロや。あ、ハイラックスとかね、かね、でも、あの見た目で、あのでごつさで500キロってってなるやん。まあまあ厳しいよ。えってなるよな。それこそさ、当たり前やけど、部屋のサイズがでかくなれば重くなるわけやん。そうね。いくら中広く取れて500やっつっても、側が重くなるから、結局また戦いながらさ。そうなるよね、そこを楽しめるか我慢できるかっていうところね。確かに、これが楽しいっていう人もね、結構いるよ。いや、中にはいるよ、もちろん。大きいトラックを使って作れば、そういうこと一切何も考えんでいいよ、正直。あんまり考えずに作っても大丈夫ない。いかへんから、1トンも。でも、軽トラの350は、どこのビルダーさんも多分結構そういうお話聞くんやけど、1回目に作ったやつは、軽く作ったんやけど、想像を超えて、それだけで、側だけで350を超えちゃったっていう話をね、よく聞く。もちろんそっから改良して改善して軽くして販売に至ってるんやけど、一番最初の試作段階ね、そういう話めっちゃ聞くよね。あ、みんな苦労してるんやなと思って。だからプロの方がしてもそうなんやから、自作で作ろうとかって思うと、さらに難しいことになってくるよね。多分何も考えたって余裕で350キロ超えるからね、ほんまに。っていうところね、はい、やからこそ、これはプロのビルダーさんに側だけ頼むとかの方がおすすめはするかな。そうですね、それは思います。はい、で、理由その3でございます、はい、入り口が高いと。そうですね、住んでらっしゃいますから、荷台の上にさらにこの床の厚みがあってとかもね、からね、最低でも、あの、荷台の分はよっこらしょせなあかんわけよ。そう、素で行こうと思ったら。そう、だからみんなちょっと小さい三尺ぐらいの脚立を出したりとか、なんかするわけなんですけど、はい、まあ、なかなかね、それも例えば道の駅とかではちょっとね、出したりするのもよくないのか、そういうところでのちょっと苦労はあるかなと思いますね、はい、何もなしで登ろうと思ったら、まあ俺らは何もなしで登ってんねんけど、軽トラックとか積む人が多いじゃないですか、こういうのって、人数がね、軽トラックとかやったら2人乗りになっちゃうわけですよ。ってなると、まあ5年配の方がどうしてもね、多いっていうのはまあ実情なんですよね、ってなると、やっぱこう5年配のね、方が足をグーって上げてね、素で登ったりするのって大変じゃないですか、実際高さが軽トラの荷台で66センチあるんですよ、でそっからプラスアルファこう床とかなんやかんやとかなったら、もう70センチとか超えるよね。超えますよね。それちょっと想像してごらんよ、足上げてさ。そう、それがどれぐらいの高さかっていうと、あのガードレールぐらい。ああ、そんなあるか。 あれまたぐんって大概大変じゃない。あれによくしょって登らなあかんぐらい。ちなみになんやけど、まあ、さっきちょっと出たハイラックスあるやん、あれもさ、要はトラキャンピックアップやから、トラキャンでこうシェルを乗せれるわけなんですけど、あれ素で登ろう思ったら88センチぐらいあるからね。もう無理やで。こうやってよじ登らなあかん。そう、もうそれはもう絶対なんかいるやん、間違いなく。降りるも怖いしな。せやろ、危ないから、そういうところがちょっとやっぱこう、まあ、デメリットかなと。そうだね。まあ、脚立を置くか、ステップを取り付ける。はいはいはい、でも、ステップ取り付けるにしても、ナンバープレートがあったり、ランプ類があったりしてね、付けれる場所とかサイズとか限られてて、今んとこね、これといっていい感じのステップに出会ったことはない。ない。引き出ししてきたりとか、引っ掛けたりする
するタイプはいろいろあるんやけど、うん、ノーマルでつけた状態にできるっていうのがね、うん、今のところ見たことないよね。そうなんですよね。なので僕らはまだつけてないんですよ。そういやつけたいんよ、うん、ほんまはね、うん、前までとかはステップみたいなのを持って行ったりとかしてたんやけど、うん、もうね正直それもめんどくさくなってきて、もう普通登りゃええやんっていう、ね、そう普段いつも登ってるやんかじゃあ登ったらいいやんキャンプの時だけなんてなるもんね。なるから別にいらんやんってなっちゃって、うん、今はもう何も積んでないし、うん、ほんまにステップもない状態なんやけど、おまきさんがさっき言ったみたいに僕たちの思い描いた理想としたステップが出てきたら、うん、多分即買うと思う。あ、そうだね、うん、今見た中で、うん、一番ベストなのは、うん、ヒッチキャリア。ヒッチキャリアもいいんやけどね、結局ヒッチつけてキャリアも買わなあかんもんね。じゃあそれをステップ代わりしようとなんぼ金かかんねん。そうなんよねいう話よね。結構高いよね、うん、まあでもあの公式的にさステップとして使えるもんね。そう別にそう違法でもなんでもないから外に物出すとかじゃないから、はいはい、それでいくとそれが一番今見た中ではベストかなって思うけど、いやいいやほんまにステップのくせに結構かかりすぎるかかりすぎるかかりすぎる。でただでさえ重量と戦ってるのに、うん、キャリアつけたからってそこに荷物を置けるわけでもないっていうのは結構今ね課題っていうかね、うんうんうん、ってとこやね。はい、はい、で理由その4でございます、はい、車検メンテナンスが不便ということで、まあこれはね、やっぱ脱着っていうところでそうなるんかなと思いますね。うん、当然車検を受けるにはこの箱ね積んだまんまじゃダメなわけですよ。軽かったらねいけるんやけど、基本的にねこの断熱があってしっかりした箱状のものって想定した場合はね下ろさないといけないわけですよね。というところでまあその下ろす手間と、ハイゼットとかキャリーとかね特に大丈夫なんやけど、たまにねあの荷台の下にエンジンがある軽トラとかも古いやつってあったりするんでね。なんかこう積んでると例えばなんかこうあった時はシェルを下ろしてさ点検出したりとかせなあかんとかってなるわけじゃないですか。点検口の上に乗っちゃってるってことだもんね。そうそうそう、まあ、稀なんやけどね、うん、まあ、そういうことももちろんあるし、例えばディーラーさんによっちゃあの下ろしてきてくれって言われることもある。あ、そうオイル交換したいからって持って行ってもこれ、うん、もし何かあったらまずいからっていうことでね、うん、場所によってね、うん、やっぱそれもあるし、ピットがね低かったりすると高さでちょっと無理ですって、あ高さがあるとね、はい、断れることもあるし、うん、っていうところでね、ちょっとそういうところはデメリットですね。そうね、うん、見た目がキャンピングカーだよね、うん、で某カー用品店とかで、ねうん、僕らはよくあのオイル交換を ね、するんですけど、うん、4ナンバーなんですけどって言われるよ、うん、いやいやそうですよと、はいこいつらは荷物ですから。そうそうそう、部屋の部分、ね、これ部屋の部分を積んでるだけなんですって言ってもね、うん、これ理解してもらえんのよすぐにね、あそうなんですねって分かってくださる方とか見て分かってくださる方ももちろんいるんだけど、いくらこちらが力説しようともこれ以上ないやろってぐらい分かりやすく説明しても、いや構造して変更してないのはっていう、そうそうそう、いや違うんよっていう、まあ理解してもらえない、クソもねえんだよっていうところを必死で説明するけど理解してくれない方も中にはいらっしゃいますんで、はい、ますね、二度と来るかボケって言って帰ります言わんけどねまあそんなことは言わんにしても、うん、まあ説得するよね、いやこれ大丈夫なんですよってちゃんと説明したら、僕らも、ね、日本一周してるから、うん、それとかもう二度と行こうともないしそれっきりやん、だからまあまあいいかなと思ってオイル交換してもらったりとかはしてます、うん、なんか次からはできませんからねって言われて結局理解されぬままやってもらったりとかもある、まあ、あるね、まああの行けるところの方がほとんどよ。あ、そうそうそう、言われてもちゃんと やってくれたりとかもするから、それ最初聞かれても説明したら分かってくれる人がほとんどないけど、うん、中にはそういうこともあるということですよ。おるんですよ本当、もう仕方ないんですけど ね、 そ、 うね、それぐらい馴染みはないんですよ、まあ、そう、うん、まだね誰も知らないと言っても過言じゃないぐらいのものですからね。はい、みんなキャンピングカーイコール8ナンバー、それは俺も思ってたもん、うんうん、キャンピングカーイコールあのキャブコンっていうイメージがどうしてもねあるから、そう、まあ、見た目もねやっぱキャンピングカーっぽいからそうやって言われるのは仕方ないんかなと思うんだけどね、うんうん、はい、っていうところがあります。はい、はい、で理由その5でございます。はい、形にもよるんですが洗車がしにくいということでございます。はい、高さがあるやつは高さね、天井やりにくかったり、うん、あとなんつってもねこのバンクと車体のこの天井のところ、そう間ね、そう手がもうすっげえここびっちゃびちゃになるしな、うん、そうなるし結構夏とかやったら虫とかがさ そこにたまんのよね。そうそう、だから洗いたいのにもう手が入らへんのよね。そう、しかも雨も当たらへんから一生たまってくんよ死骸がそうそう、でそこもやし、このトラックの後ろとシェルの前のところの間ね、うんうんうん、そこはもっとよ、だいたい結構カツカツに詰めてたりするから、うん、手がそもそも入らない、はい、車自体も細かいとこまでは全部は当然洗われへんし、そうだから荷台のね上よ、あ、そうそう、当たり前ですよね、箱乗ってますから、はい、不可能よね。そう不可能ですよ、この荷台のボコボコの隙間からし無理無理。いやだから僕らも一回その事故かなんかでトラキャンセルをね1年以上ぶりに下ろす機会があったんですけど、うんうん、その1年前ぐらいに北海道で入ったあろうガの死骸があったからね。あ、いいですね
いたいた。そんなことも全然ありえるんですよ。だって挟まってても取れないもの。取れへんから。300キロ。そういうことがね、うん、あります。だからほんまに車をきれいに洗車しようと思ったら、うん、積みっぱなしの人の場合ね、はい、車検の時とか。あ、そうそう。下ろす機会にじゃないと、うん、できない。はいはい、っていうところはね、まあ、乗せたり下ろしたりする人やったらね、あんま気にせんかもしれないけど、まあ、そういうところがね、ちょっとしたデメリットかなと、はいはい、思います、はい、では理由その6でございます、はい、まあ、なんといっても情報が少ない、はい、まあ、これかなと、まあ、さっきもねあったようにまだ知られてない、うん、説明しても分かってもらえないというところですね。そう、僕たちも乗ってて、うん、まあ、いろんなね観光地とか行ってもキャブコンと言われるよく定番なね、うん、キャンピングカーっていうのはもう毎日見るんですよ、うんうん、もう見ない日はないぐらい。そうね、はい、毎日何台も見るね。何台も見る。トラキャン1台も見えへん、ね、1ヶ月に1回か2回ぐらい見ても。そうね月に1台の自作と1台のビルダー製かなぐらいかな、まあ、自作の方がまだ見るかもしれんな。そうね、割合でいくとね、うん、ビルダー製は本当に見ないね。月1台見たらいい方よね。そうほんまに見なくて、まあキッチンカーとかね普通におるんやけど、走ってるトラキャンっていうのはまあ、ね、いいよ本当に。手ぐらいまだまだ知られてないし需要も少ない、うん、でもこんだけいいものやというところでね、情報がないのもどうかと思ってですね、うん、僕らこの4年近くですね、うん、まあ、この旅暮らしっていう YouTube チャンネルもやってるんですけど、うん、まあ、そちらでねトラキャンの生活とか情報をみんなに知ってもらおうとねやってるんですけれども、はい、まあ、ただね、うん、例えばキャンピングカーばっかりが集まるオフ会とかあるとか、うん、はい、100台集まります、うんうん、私たちが最初行った2020年とか21年とかあって、はいはいはい、ほんまに100台おって 2,3 台1台2台みたいな、おってそんなんやったな、やったんよ、自分らぐらいぐらいなな。そうそうそう、うん、なんが2021年、あれ3台4台いる、あちょっと増えたな、うん、2022年、はい、あれ5台超えてない、うん、で2023年、はい、24年になって、はい、10台を超えてくる。いやいや、同じイベントに行っても、いや嬉しいよな、うん、っていうぐらいちょっとずつやけど、うん、トラキャンの魅力が広まったり需要が広まったり、知ってもらうきっかけがね、はい、増えてきてるんじゃないかなと、ね、うん、思いますね。もうちょっとずつちょっとずつやけど、うん、知ってもらってきてんのかなっていう、うん、まあ、実感をねやっぱああいうの見ると感じるよね。そうだね、実際に、まあ、自分らもだからそうやって情報発信してどんだけ影響があるかは分からんけども、うん、少なからずそれが関係なしにねそうやって増えていってるってことは嬉しいなっていうのは思います、うんね、うん、こんないいのにこんないいキャンピングカー安くてあんのになっていつも思うのよ。そうなそうだよね、まあ、まだ知られてないっていうところがねやっぱ大きいと思うから、うん、よりね知っていっていただこうと思うわけでございますよね、はい、そうですね、はいはい、ということでですね、はい、メリットデメリット、お話ししてきましたが、はい、まあ、ちょっとまとめましょうか、はい、まあ、どんな人にこのキャンピングカーおすすめかなっていうところで、うん、安くキャンピングカーが欲しい。そうね、うん、高いイメージあるしね、実際高いし、はい、普段トラックを使う人、あシェルだけね、そうです、買えばね、はい、より安く済むし、そうです、効率的よね。そうそうそう、うん、理想現実にしたい。あーなるほど、うん、あの自由にレイアウトできるとかね、見た目も、ね、はい、好きにできるっていうとかね、はい、用途に合ったものが欲しい。あー、はい、ちょっとね話には出てこんかったけど、うん、脱着できるから、うん、何台かシェルを持ってね、そう車は1台に乗せ替えたりっていうこともできるよね、はい、全然それめっちゃいいよね、うん、キャンピングカー2台もいらんもんね。その部屋の部分だけこう、あい釣り用キャンプ用とかね、そうできるわけやろ、荷物運ぶ用とかね、いろいろできるわけやから、最高やけどなあと個性を出したい、これもね自由にできるっていうところだね。そうそう、はい、居住性を重視したい、まあ、そういう方がこのトラキャン、うん、おすすめなんじゃないかなと、そう、ね、まあ、思います。はい、はい、まあね、デメリットはね多いふうにちょっと思うんですけれども、うん、それもやっぱねさっき言ったんですけど、まあ、考え方によってね、うん、例えばどこに重きを置くかとか、うん、まあ、そういうこともあるじゃないですか。そうだね、例えば重量とかの問題でも重量をかさむ部分にどこに力を入れてるか、うん、それなりの居住性があるものにして考えながら荷物を積んでいくのかとか、うん、まあ、それは人の使い方によってそれぞれなんで、うん、それによってねデメリットも解消できるんじゃないかなとか思うんですけどね、うん、はい、そうね、で、うん、それ人によってそれぞれなんもトラキャンの面白さであるよね。そうなんですよ、だって10人トイロやん、うん、だって俺たちは今この空間生活しやすいけど違う人が使ったら使いにくってなると思うし、なると思う、もちろんね、うん、そういうこともあるから、うん、でまた人のシェルってねみんな全員よく見えんねん。そう、それぞれやっぱ工夫したり、うん、こうしたいなっていうのをしてるから、誰の見てもあそれすごいそれいいなってでしかもそれを見てほなパクらせてもらおうかって言ってすぐに真似できるっていうのもいいとかね。そうなんですよね、うん、で今話したけどそういうところが全てトラキャンの魅力かなと、はい、そのメリットデメリットひっくるめてね、はい、はい、思います。はい、はい、でですね、はい、今のこの情報なんですけれども、うん、お荷物スタイルというねトラキャンに特化したホームページ僕たちが運営してるんですけども、はい、そちらにも載ってますんで、はい、この動画とホームページと、まあ、一緒にね、うん、見てもらえたらもっとより深く分かるんじゃないかなと、はい、はい、思います、はい、概要欄にホームページありますんで飛んで
見ていただけたらどうかなと思います、はいはい、このチャンネルではね、はい、トラキャンの情報もやし、いろんなねトラキャンをどんどんね紹介していきたいなと思っております、はい、将来的にはねちょっと車中泊してみたりだとか、あ、そうね、トラキャン使ってみる動画とかもね、もちろん上げれたらなと思っておりますので、はい、よろしければチャンネル登録、高評価、はい、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。